んにちは。スプレーアートアーティストのよしこと川根よしひこです。今回は心について話していきたいと思います。特に僕はその宗教とかに入ってないんですけれども、心というものはやはり精神、価値観だったり思考回路にかなり影響されるんですけども、強い心を持って日々意識しないと、僕がサラリーマン時代に味わった本当にノイローゼだったりうつ病一歩手前の方になってしまうんですね。現在では心の病と言われてますけど、その病はやはりその肉体だけではなく精神にも影響を与えます。僕は会社を辞めてアートをやろうと言った時に、会社の上司だったり親親戚だったりいろんな人から無理だよと、そんなの会社辞めて自分の好きなことで生きるなんてバカだよとか、そんなの無理だよ、そんなありえないよ、いろんな否定的な言葉を食らいました。その否定的な言葉を食らえば食らうほど多くの人は夢を諦めていくと思います。けど僕は諦めなかったんですね。というのもやはりその自分が信じた道を行きたかったし、自分の生き方は世間一般で言うと少数派の生き方だと思いますし、そういった生き方の方が僕には合っていると感じたからです。そうは言っても多くの人が夢を潰していくんですね。そういったマイナスな言葉を受ければ受けるほど心はどんどん打たれていきます。その時に本当の心の強さっていうものが現れますね。否定的な言葉を食らって、ああじゃあ自分はダメなんだ、自分の夢は叶わないんだ、そう真に受けて夢を諦める人、またはいや絶対に夢を叶えてやると、そう思ってプラス思考に考えて行動するか、本当に二極に分かれると思います。この本に書いたように成功者の共通点で心と経済と健康、この3つのバランスが重要だって書いてあるんですけども、その心が成功をつかむためには強い心が必要なんですよ。そういった強い心を持った人の近くにいたりとか、自分が憧れるような人物に会いに行くとか、そういったことをして自分の夢を叶えるためにはどんな心が必要なのか、どういう心の鍛え方をすれば夢を叶えることができそうなのかということを考えていただければと思います。今回も最後まで聞いていただきありがとうございます。